2周年経ったからちょっと配信したかったんだけど、なんかもし嫌な気分になる人がいたら配信やめるからコメントしてください、その時は。さあ、通知いってるのかな、いってないならいってないで、あれだけ。死んだから配信やめたの。いや、ちょっとコメントでパニクっちゃってです。まあ、あんまり。なんかどうしたらいいんだろう私。
どうしよう、どうしたらいいんだろう私。やばい、どんなテンションで話したらいいのかちょっとよくわからない。どうしたらいい、どうしたらいい私。こんばんは。ご飯食べた？まだ食べてないです。もつ鍋は味噌味。新年おめでとう、ありがとうございます。4周年だ。
配信は今日までです、多分。今日は忘れずに花粉症の薬を飲んだの、飲みました。コンサートが来るね。そうですね。さっきした一瞬の配信の時に、配信ともいいやけど、その一瞬のなんかコメントがずっと頭の中にこびりついてて、ちょっと何も集中できない。いつの間に再開を、結構再開して10分ぐらい経ってると思う。5分かな、5分ぐらい経ってる。そうか、やっぱ通知行ってないのか。うちが行ってないってことは まあ行ってないならそれはそれでって感じで。通知来たけどやってなかった。確かに本当に一瞬で切っちゃったからパニクっちゃって、すまんの。犠牲合宿ありました。そうなんや、今日までだったんかな。ユンさん元気ない。ちょっと悲しんでる。ちょっと悲しんでる。
なんか言葉の捉え方がすごく難しくて、なんかあれはどういう意味なんだろうってずっと考えを張り巡らせてるけど本人が答えてくれない限り、まあ、答えは出ないね、まあ、聞きたくもないけど、うん、何聞いてるの？さやまるのショールームですさやまるのショールームですうん、言葉って難しいね、本当に。メンバーとも上だの？違うなんかちょっとさっきの配信でなんかちょっとあるコメントが来て、そのコメントがなんかどういう意味で受け取ったらいいのかちょっと葛藤してる。あ、でも全然書いた本にはそんなつもりないだろうし、あ、私が気にしなきゃいいだけの話ですよ ご飯も冷めちゃった配信しながらね食べようかなって思ったんだけどなんかずっと葛藤してる間に冷めちゃったみたい。あんまり美味しくないや温め直したら美味しいけどちょっと冷めててまずい夜ご飯は肉じゃがです考えてわからないことは気にしなきゃ無駄な気にしないでくださいありがとうねなんか皮肉かなって思ってきちゃってちょっともやっとしてたけど、まあ、まあいいか。うん。肉じゃがは自分で作りました。マーキュリー橋、宮橋です。うまいぜよ。洗濯物が終わった。受ける箸の見せ方うまいな。だって
そんなつもりはなかったけど、うん、本当にうまくて笑った。洗濯終わった。洗濯終わった。美味しい。直すまでが洗濯です。うん。まあまあまあ。まだ乾かしてないからな。CM 来るといいね。可愛くない子。うん。シミカの毛生乾きになる。確かに。私今日生乾きになりやすいタオル今洗ってるんだった。ちょっと表現が悪いですね。膝は下ろしましょう。遅刻したんご。でもなんか今日はね、コメントの数が少なめなんだ。なぜなら私が変な配信の仕方をしたから。白いシャワーですか。カルピスソーダと言ったら信じますか。すいませんね、もぐもぐ配信で失礼いたします。やっと来れた、やっと来れたね。なんか今回使った牛肉がすごい脂っこくてすごいギトギトなんだけど、びっくりする。今私は肉じゃがを食べています。ね、聞いて、なんかマーキュリーの呪いかな、なんか箸ちょっと裂けてきてるんだよねここ。なんか見えるかな、すっごい裂けてるんだよね。木目が見えてる。バカにしすぎたかしら。怖いわたたりって。噛んでない。ストローは噛んでもお箸は噛まないよ。
口に刺さらないようには気をつけますわ。こんばんみゅん、お久しぶりだみゅん。箸で硬いもの切ったとか。いや切ってない。てか正直なんなら私あの今配信だからこれ使ってるけど、配信以外の時ってこの箸使わないんだよね。割り箸とかプラスチックのフォークとか、すごく地球に悪いことをばかりしている。食洗機もないですうちは。なんだろうね、なんかやっぱ だからやっぱりたたりとしか思えんのよね。しかも何が怖いって、割れてる方ちゃんとこのマーキュリーって印がついてるとこだから確実にそう。ねえ一瞬だけさ、肉じゃがのおかわりしてきていい？一瞬行ってきてもいいかしら。よいしょよいしょ。消えるかな。いやいや誰かミラーボール投げた？絶対投げてる、投げてたわたくさん。花びらありがとうございます。じゃあ私の明日の晩ご飯を当てた人にはミュンを差し上げます。うん、やっぱり冷めてるの。肉じゃがじゃない、カレーじゃない。もう食べたどっちも。カレーも余ってないし、肉じゃがも多分余らない。多分っていうか絶対。はい、もう正解してる人がいないね。正解は豚キムチでした。初めて作るよ豚キムチなんて。
違うものにはならない。なぜならうち豚肉とキムチが余っているから。鶏と牛と豚を買ったんよね。コンプリートしちゃったよ。同じ箸持ってるよ。もうね、ここのルームにいる人はね、みんなお揃いだと思ってるから。豚キムチって両方炒めるだけ？わかんない。豚キムチの作り方わからないから、ちょっと明日わかったらいつか配信で言うね。カレーは鶏です。もうチキンカレーがいっちゃん好き。いや、このお箸はね、我ながらいいグッズだなと今でも思うよ。何回見てもさ、もう折れそうで笑っちゃうんだけど、これもうじわじわくる。絶対折れちゃうやつやん。嫌なんだけど。私結構気に入ってるんだけど、使ってないなりに。だけど。みんな箸置きの存在を忘れて。そう、絶対にそう。箸置きとセットなんだよね。炊飯器の今度はまだ見つからないよ。見つける素振りすらない。右でも食べよう。いや、私右ダメ。もうね、手が自分の言うこと聞かなくなっちゃうの。箸は持てるけど食べれない。右は、右では食べれない。米食わないんだ。米もう食べ終わったよ。豚キムチ、とりあえずごま油と醤油はいるらしい。ある。あと玉ねぎもある。
隣の人と肘ぶつからない、肘ぶつかるよじゃぶつからないようにみんなが座ってくれる、優しい。普段ご飯に行く人たちとかスープ的なものはないよ、ない。起きた時は、起きた時はあれだったけど、お味噌汁一緒に食べたけど、スープっているかな、やっぱり。皆さん字は右じゃなかったっけ、字は右で、逆に言えば箸だけが左なの。歯磨き？歯磨きってあんまり気にしたことない。どっちもかな。歯磨きってみんな両手でやるんじゃないの？座席？あれ？バット？バットはどっちだろうね。私バット持ったことないからな。持ったことはあるけど、実際に振ったことはないんです。箸の持ち方が綺麗。あら、嬉しいわ。よかった、私箸の持ち方あんまり自信なかったかな。卓球は右、歯磨きって両手でやるものなんか、こうやってこっち側磨くときはこうやってスマホ見ながらやって、こっち側のときはこうやって左手で持って、こうやってシャコ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 磨いてる。パンチは こっち。そっか、今日で3月終わっちゃうのか。変な感じ。早すぎない？すごいエイプリルフールだね。どんな嘘をつこうかな。マイク持つ手は左だね。指定されてる、それは。基本右手、右手じゃない、左手マイクだから。土日の準備しなきゃ。準備しな。明日から成人めっちゃ増える。そっか、明日から変わるのか。違いですね。ごめん、ちょっと食器をさ、水につけてきてもいいですか。なんかずっとそこにあるのが気持ち悪い。
掃除しないと洗わないのに洗いました。今日はこの後洗います。偉いから。今日の私はすごく偉くて、まあ何せ起きてからずっとさっきまで読書してましたからね。今パスタ茹でてる。ええやん、パスタ。えらい、あまりにも優しい世界、ちょっとびっくりしちゃった。私コメントにこんな偉いって来てくれるとは思わなかった。ありがとう。偉いよね、わかるその気持ち。なお、パスタソースがないから悩んでる。塩振って食え。意外とさ、塩に酢のパスタって意外と美味しくない？あれはつまみ食いする量だから美味しいのかな、パスタって。それだ、本当にそれでいいの？本当にそれでいいんか。水に洗剤入れてたらもっと偉い。あ、この後すぐ洗うからいいんだよ。ニンニクとオリーブオイル、いいね、美味しそう。ローマ県のナポリタンが好きだった。閉店してた。ローマ県ってなんだろう。赤弁の伊豆醤油かけると意外とうまい。美味しそう。お手手荒れない？荒れないんじゃない？意外と頑丈。意外と頑丈。私すごい困ってるのがあってさ、乾燥してるタイプのうどんを買ったのね。なんか冷やしうどん食べたいなと思って、ざるうどんか、ざるうどん的なのが食べたいと思ってそれ買ったんだけど、なんかうどんの塩味が強すぎてなんかそれで食べれなくなっちゃってずっと放置してるんだよね。あと3束くらい残ってるんだけど、なんかいい食べ方はないんですかねっていう。焼肉のタレでパスタ微妙だった。パズル、すごい微妙な感じがひしひしと伝わる。焼きうどん、焼きうどんないけるんかな。そもそもさ、普通にお料理をするという概念でいけるのかしらっていう。鍋の最後、あー確かにそれいいかもね。お鍋の最後はすごくありって感じ。鍋食べないからな。塩味が強いと辛いのは塩抜きできないし。そうなのよ、塩抜きができないのがなかなかにしんどいでございますよ。
なんか今日さ、正直めっちゃ久しぶりに本をちゃんと読んだんだけどさ、本を読むって素晴らしいなって思った。全然改めて素晴らしさが分かったよこんな々にしてしようとして使おう明暗やばい、明暗現るしようとして、確かにね、潮味強いしね。本苦手すぎて漫画すら読めんかったから尊敬する。うれちい。なんかでも本ってさ、ちょっと距離置いてると私も読みづらくなるから、てか読めなくなっちゃうから気持ちは分からんでもない。最近スマホ触るから本を読む機会が減った。わかる、私もそのパターンなの。でもスマホってさ、まあツイッターにしろ何にしろさ、情報が短く完結して書かれてるからもうスッと読みやすいし、まあ、頭に入るにしろ入らないにしろさ、なんだろう、いろんなアカウントの人のいろんな情報がさ、もうすぐシュン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 って流れてくるからさ、まあ、しかも場合によっては好きな情報だけかいつまんでね、そうやって読んでいけるし、手軽だからさ、わかる、すごくわかる。本ってさ、なんだかんだ分厚いやん分厚いしさ、まあ、たとえ短編集にしろさ、まあ、そりゃスマホとかツイッターとかで流れてくる文章の短さほど簡潔ではないからすんごくわかる。関さんやってた、やってる。最近読書に時間割けなくて、積み本が10冊くらいある。やばいだからでもそんくらいなるよね時間割けないっていうか、私はただ単にあれだったんだけどわかる、あの本がどんどん積み重なっていくのを見てると、あー読まなきゃーってなる。スマホをなるべく触らないようにする方法を模索してる。猫と遊ぶ。本にある世界観とか時間の流れって大切な時間だよね。大切な時間本にある世界観は、そうね、読みたい本ってタイトルとかで決めてる？本屋さんに行ってタイトルと表紙でパッて目を引くもので、タイトルかな、タイトル見てその後あらすじ読んで決める。かな。最近買った本はちょっと遠いな取りに行ってくるね。最近買った本まだ読んでないよいしょ。ちなみにこれは前田さんにいただいた本です。これも読みたい早く途中まで読んでるわ これと途中まで読んだ。でも今はこういう系のを読むあれではないから
ちょっとなんか違う系統の本買いに行こうかしら。青と赤と、赤と青とエスキース、これ本当に超最近買った本。ジャンルは関係ない。ちょっとレシート入ってるんだけど、面白そうだなって思った。短編、短編だけど、なんか1章2章3章4章とエピローグがあって、1章が恋人への愛、2章が推しへの愛、3章が弟子への愛、4章が元彼への愛、エピローグがはてなはてなはてなへの愛ってなってて、ちょっと気になって買った。あとプロローグも読む。プロローグとか、あの最初の物語の始まりとかもチラッと読むかな。でもやっぱジャケットとかさ、タイトルって大事なんだなって思う。そう、推しへの愛、愛ちゃんへの愛。好きな作家さん、固定の作家さんはあんまりいないかも。なんかタイトルでいい感じのがあったら買うぐらいかな。なんかでもかっこいいよね、そのこの作家さん好きなんだみたいなのあるとかっこいいなとは思うけど。あー、そ、待って、それで言うとさ、ちょっと待って、スマホ、スマホ、あたいのスマホどこ、あたいのスマホがどこ、いちゃった、あった。比較的みんなと、そうそう、読んでるけど、読んでる、待ってね。あ、桜庭和樹さんかな、読み方合ってる、もう不安になっちゃういつも。そう、桜庭和樹さんの本は結構読んでるかもしれない。いやでもそうでもないか、そうでもないかも。砂糖菓子の弾丸でしょ、あとは推定少女、推定少女面白かった。少女七かまど、七かまど、七かまど、道徳という名の少年。なんか全然そんな、そうでもなかった。でも同じ作家さんの本を読むってことあんまりないから、それで言うとあるのかなっていう。シドニー・ジェルダン、シドニー・ジェルダン。ジェルダン、もう文字がうまく打ってない。へえ、あ、すごいな。
真夜中は別の顔、面白そう。真夜中別の顔、服見てたら出てきた。ご飯食べて。キャキちゃん、今週はマクナル何食べた？何も食べてないです。マクナルがそんな高頻度で食べるものじゃない。私はね。あ、本屋さんに行きたい。とてつもなく本屋さんに行きたい。今週一は高頻度。でもどうなんだろう、週一は高頻度。なんか高くは、高頻度ではないけど、まあ少なくはないよねっていう。いや、そろそろ気持ちいい答えの時間。あれ、告白された？もしかして私知らない間に告白されてた。そう、私今日読んでた本はこのライゴーと猫っていう、あの、好きな YouTuber さんが書いてた本なんだけど、なんか図書室のシーンがあって、あーすごいいいなー。でもさ、私も図書室で黄昏る系の女の子になりたかった。純駆動な。純駆動。週一で食べたくなるんだよね。まあ週一は食べたくなる。あ、でも食べたくなる頻度が週一ならまだいいんじゃない。そんな毎日食べたいってなるのはさすがに。あの、いろん健康面で大丈夫っていう心配があるけど。まあでも週一食べたい願望なのね。さすがやてるアイちゃんを本棚の階からチラ見。チラ見すな、チラ見すな、話しかけて。ちょっと待ってね。メールですね、わかります。違う、ちょっと待って。あのね、ちょっと待って、もうちょっと待ってしか言っとらん、さっきから。本当に、ちょ待ちな。私ってさ、何時から配信始めたことになってるんだろう今日って。ねえ、誰、誰ですか、ミラーボールを投げた人は。ねえ、今からさ、ちょっとインスタライブ見に来て。ちょっと一旦ショールームは、一旦ショールームは切って、あの、今からインスタライブに来て。分かった、みんな。みんな分かった。じゃあちょっとインスタライブ集合ね。